皆さんこんにちは。今日はですね、今日こそはメガネを作りに行きたいと思います。一つ前の動画で、メガネ屋さんに突撃したところ、火曜日がお休みだということで、閉まっていて、ただランチを食べて帰ってきました。有名、あ、ちょっと待って、閉まってる。え閉まってた。で、それが昨日で、今日はもう一回同じ場所に行ってきます。また来ました、2日連続。さあ今日こそは空いてたらいいな。空いてるかな。あ、空いてる空いてる。あ、空いてる。奇跡、奇跡だ。あの、川のチームです。じゃじゃーん、やったー。今日はウェンズデーだから空いてたね。じゃあ行ってみましょうかね。撮影できるかどうか。うん、聞いてみる。撮影許可をいただきましたので、ここからタイで初めてメガネを作る様子を、撮影させてもらおうと思います。今から視力を測るので、今一旦入れてるコンタクトを外します。持ってきたメガネをしないと何も見えない。よいしょ。はい、はい、お願いします。このメガネ作られてどのくらい経ちますか。2年、2、3年は。2、3年ぐらいですね。はい、今の年ぐらいはどうですか。今は普通にテレビも問題なく使ってる。普段の生活はメガネとコンタクトどちらの方が。あ、メガネです。メガネの方です。はい、今使ってらっしゃるコンタクトレンズの度数ってわかりますか。はい、右がマイナス 3.50 で、はい、左がマイナス 3.75。 はい、とても綺麗な店内です。めちゃくちゃ対応が丁寧でびっくりしました。なんかね、優雅にメガネを選んでいる感じがします。子供用のキッズメガネだ。もう今の子はゲームやから、メガネの人も多いですよね、よく見かける。私はね、今回は黒縁メガネを狙っております。今使ってるのが透明なので、ちょっと縁ありがいいかなと。ずれ落ちないのがいいな。なんかごっつい縁ありはね、私の骨格的にすぐね、鼻ズルンって滑り落ちちゃうんですよ。しょこたんだ。ご自由にお読みくださいのとこでしょこたんに出会いました。タイランド新聞かな。奥様ですよ、こういうクラシック。ああ。こっち女性用ですね。いや、もう男女どちらでも。これちっちゃい。これですか。あ、なんかあの補助犬妻。そうですね、こういう感じ。大きさ的にはでもそれぐらいがいいと思います。レンズがちっちゃいので、レンズが小さくなると。これも自然やな、私。自然でいいかも。この顔面の主張がない感じが。これは鼻がやっぱりないタイプ。鼻ないタイプの方がいいかもしれない。あ、いいよ。あ、これ。めっちゃしっくりくる。即決。大丈夫ですか。早っ。ここがね、このつるんとしてたらちょっと私のお鼻的に無理で、こうちゃんとね、こうこのチョボがついてないとあかんのよ。これはちょっとセットじゃないんですけど、こういうのどうでしょう。お、丸。あら、あ、なんかあれやね、お金持
ってそう。ちょっとハッタリかませそう。悪くないな。いや軽いし、レンズ込みで4800バーツ、だから5000バーツとして2万円ぐらいかな。2万円ぐらいです。あ、これも優しそうに見える。こういう方をセカンドメガネとして買おうと思ってたんですけど、ね、鼻のフィット感で言うとこっちのね、細いフレームの方が好き。あー、ちょっときついかな。小学5年生からね、メガネをかけているので、今まで幾多のメガネを作ってきましたが、タイでは初めてなんで嬉しい。タイって言っても日本語バリバリ通じる東京メガネさんですけど、あ、これが一番かけやすいな。こっちか、このちょっとだけ細長い方か、このちょっと大きい方か。今持ってるのはちょっと大きい方なんですけど、縁なしの。え、どっち？さあどっち？こっちにしよう。よし、やっぱ私はよし、こっちにします。なんかやっぱ大きい方が描きやすい。フィットしました。これにします。決定。私がこっち、レア君がこっち。いいのが見つかりました。から超ドライアイで、今乾季、乾燥してる時すっごいもうこんなになります。もう少し浮きになる。あ、そうか。もう少し浮きになるが。雨ばっかりや。あ、ドライアイからしたらね、最高やけど生活が大変や。洗濯物とかね。あ、そうですよね。よいしょ、できた。めちゃ丁寧でいいお店でした。めっちゃいいな、ね、なんかいろんなメガネ行ったことあるけど、うん、一番良かったぞ。なんか優雅に選べたね。うん、優雅に選べたし、うん、あ、こっちや。お昼ご飯、お昼ご飯食べに行きます。メガネの度数の検査とかも当然そうなんだけど、うん、それ以外もすげえ細かくやってくれるね。え、めっちゃ一人ずつ丁寧やね、うん、私はあのずっと奥様、奥様って言われてたのが気に入ってます。ちょろいな。なんか夫人になった気分になりました。さあ今からですね、あのちょっと気になってた、日本の定食屋さんがあるので、それを食べに行きたいと思います。今日もね、ラーメン店でもいいんですけど、なんかね、食べ放題っていうのをネットで見まして、それがね、この東京メガネからちょっと奥行ったところにあるので行きます。あ、ちなみにここが富士スーパーです。ここは本当に日本人向けのものがたくさん売っている、まあ、ちょっと高級なんですけど、あの近くにあると助かるスーパーとなっております。あ、俺ペヤング買って帰ろうかな。ペヤング、ここです、プラタイ食堂。ここはね、なんかね、めっちゃ美味しいらしい。うわ、うなぎ美味しそう。アジフライとか最高やん。撮影許可は取れたのですが、 BGM がかかってたので、ここからはナレーションにします。とってもメニューが豊富で美味しそうです。この副菜たちはなんと取り放題、食べ放題です。幸せ。なんと生卵もありました。暑いタイで生卵をいただけるというのはとってもありがたいです。ナスのおひたし、かぼちゃの煮つけ、きのこのなんかしたやつ、煮卵、そしてなんと白ご飯の横に炊き込みご飯もありました。そしてお味噌汁になんとカレーまで食べ放題。お茶ももちろんあります。副菜を取りすぎてメインが乗らなくなりました。いただきます。メインは後で持ってきてくれるので、それまで副菜をいただきます。海藻類、タイで
海藻類を摂取するのは結構難しいと思うのでありがたいです。バッチグーです。おいしい。ほっぺた落ちました。おいしい。幸せ。メインが来ました。とんかつ唐揚げハンバーグです。リオナリくんの方には鮭があります。おいしそう。生卵。死ぬ前何食べる？の質問には卵かけご飯と答えている私。卵かけご飯をたくさん食べて幸せに死にたいです。最高。眉間にシワが寄るときは最高ということです。カレーも、これがねお母さんの味なんですよ。家カレーでも本当に美味しかったです。ハンバーグもふわふわ。ソースをとんかつにかけていただきます。実はここにいた日本人の女性に声をかけてもらい、ここの定食屋さんの食べ方を教わりました。ありがとうございました。唐突ですが終わります。